での共演者とのオフショットを披露早くもロス。ファッションモデルやタレントとして活躍している生見愛瑠さんが19日、自身のインスタグラムを更新しました。投稿では、くるり、最終回までご覧いただきありがとうございましたと綴り、TBS 系火曜ドラマ枠で放送されたくるり、誰が私と恋をした、でのオフショットを複数枚公開しています。このドラマで初主演を務めた生見愛瑠さんは、誠として4ヶ月過ごして毎日当たり前に過ごすありがたさを改めて実感しました。何があっても明るく笑顔で、好きなことにとことんまっすぐで、素敵な仲間に囲まれ愛されて、私もあんな人になりたいなぁとすごく思いました。誠として過ごした記憶は絶対に忘れたくありません。ありがとうございましたと綴っています。コメントとともに、共演した瀬戸康史さん、久世竜也さん、神尾楓珠さんとの制服姿のショットや、丸山礼さんとの仲の良さそうな姿などを披露。フォロワーからは、毎週幸せな時間をありがとう、すごく楽しかったです。ドラマの内容も面白くて、久しぶりにリアタイしたドラマでした。早くもロスです。毎週ケツかさず見てましたなどの声が集まっています。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。